皆さんこんばんは。460フォトラボラトリー所長のシロウです。今回の動画は週刊カメラニュースとなります。今週も気になった新製品情報やトピックスについて好き勝手に喋っていきます。それでは新製品情報から喋っていきましょう。新製品情報、まず最初はキヤノンです。ノースライトイメージによると、キヤノンの方から折りたたみ式背面液晶モニターの特許が更新されたそうです。外観はこのような感じとなっていて、液晶モニターの方は2つの仕様となっています。2つの仕様のうちの1つがこれとなります。本体側の液晶モニターに全体像を映して、開いた側の液晶モニターの方に拡大画像を表示するようになっています。拡大画像の方は縦構図となってますね。もう1つの仕様がこのような感じとなっていて、開いた液晶モニターの上側のところに全体を表示して、下側の方に拡大画面を横長で表示しています。どちらの仕様も折りたたみ式の液晶モニターを採用しているのですが、このね、折りたたみ式液晶モニターというのはすでに実用化されていて、サムソンの折りたたみ式スマホなんかには採用されています。折りたたみ液晶が実用化されているからといって、実際にね、カメラに搭載する可能性としては低いと思います。問題点としてはやっぱりね、厚みが厚くなってしまうことと、あとは電力が必要なこと、それから放熱性の問題なんかもありますよね。現実的に考えられるとしたら、バリアングルモニターを開いて、あと本体側の方にもね、液晶モニターを1個追加するぐらいがちょうどいいのではないかなと思ってます。秋に発表が噂されている RF マウントの Vlog カメラにこういうのがね、採用されたら面白いんですが、その可能性はなさそうです。新製品情報、続いては富士フィルムです。富士ルモアーズの方に来月発表が噂されている X-H2 についてのスペックが掲載されていました。イメージセンサーの方なんですけど、こちらの方はね、以前から噂にあったもので、4000万画素のイメージセンサーを搭載するのではないかと言われています。画像処理エンジンの方は X-H2S と同じ X プロセッサー5になると思います。あとね、被写体認識なんかも X-H2S と同じく、動物、鳥、車、バイク、電車、飛行機、電車の方が追加されるようです。あとシャッター速度の方は電子シャッターとなりますが、108000分の1秒とかなり高速なものになりそうです。ベース ISO 感度の方は ISO125 からとなっているようです。あとはですね、富士フィルムとしては初めてピクセルシフト、ハイレゾショットが採用されるようで、このピクセルシフトを採用すれば1億6000万画素相当の画像ができるそうです。動画の方に関しては 8K30p、4K60p、FHD120p になるようです。あとボディに関しては基本的には X-H2S と同じものとなるようです。液晶モニターの方は、これもね、X-H2S と同じくバリアングルモニターになるようです。メモリーカードスロットは CF エクスプレスタイプ B スロットと SD-UHS2 カードスロットのダブルスロットになるようです。予想価格の方なんですけど、$1,999になって、発表日は9月8日のニューヨーク時間の午後2時、 X サミットで発表されるようです。この X-H2 なんですが、 X-H2S と違ってね、従来のイメージセンサーを搭載するということなので、どこまでねAF の速度とかが速くなるかっていうところが気になりますね。あとはですね、ピクセルシフトが富士では初めて採用されるということなのですが、この辺もね、積層型ではないイメージセンサーでどこまでね、速い書き出しができるのかっていうところも気になりますね。 X-H2 は X マウントのフラッグシップ機になるので、高感度耐性や AF の速度とかがどのぐらいね、フラッグシップ機にふさわしいものになるのかっていうところが楽しみですね。新製品情報、最後はタムロンです。以前開発発表されていた 50mm400mmF4.5-6.3DI3VC-VXD が正式発表されました。レンズの仕様なんですが、開発発表時には分からなかったレンズ構成の方は18-24mmで、特殊低分散ガラスがふんだんに使われています。その他としては最短焦点距離が0.25m、 これはね、広角側の 50mm 側の最短焦点距離で、ハーフマクロ的な使い方ができます。その他には質量の方が約 1155g と比較的軽量になっていて、あとはね、三脚座の方も別売ではありますが用意されています。あとはズームロックスイッチだったりとか、簡易防滴構造、防護コートがされています。あとはですね、ソニー E マウント用レンズのみということもあって、
ソニー製カメラ搭載のバーストハイブリッド AF や瞳 AF にも対応しています。あとはですね、最近のタムロンのレンズでは定番となっているタムロンレンズユーティリティ用のコネクターポート、これは USB-C なんですが本体側に採用しています。あと専用ソフトのタムロンレンズユーティリティもフォーカスリミッター機能が追加されています。発売日の方は2022年9月22日で、メーカー希望小売価格の方は19万5800円税込みとなっています。前評判の高かったこのレンズなんですが、ついに正式発表されました。価格の方はね、やっぱり20万近くになってしまいましたが、実売価格の方は約15万ぐらいになるので、まあちょっと頑張ったら届くかなという感じではありますね。このね、50mm、400mm という焦点距離は、サッカーとかバレーボールとか、ああいうね、広いフィールドでやるスポーツなんかには非常に合ってるのではないかなと思います。あとはブルーインパルスなんかもね、 50mm、400mm っていう焦点距離は有効に活かせるんではないかなと思ってます。最近のねタムロンはなんか非常にね魅力的なレンズを連発するんですが、残念ながらねソニー E マウントのみとなっているので、使いたくてもねちょっと使えないんで、ソニーのねカメラ手に入れた方がいいのかなとも思ったりするんですがね、ちょっとこの辺がねソニー E マウントとユーザー以外にはもどかしいところですね。新製品情報に続いては今週気になったトピックスです。ソニーがカメラや交換レンズなどの製品の値上げをアナウンスしました。8月24日国内向けに販売している一部の家電製品の価格を9月1日から値上げすると発表しました。メーカー出荷価格と希望小売価格を平均 8% 引き上げるそうです。なおα6400 と ZV-E10 は対象外となっています。またキャッシュバックキャンペーンを9月1日から開始するそうです。残念ながら4月1日に続いて9月1日にもソニーの方はカメラとレンズのほかコンデジとか PS5 など家電製品を一律値上げしていくようです。 α6400 と ZV-E10 は値上げの対象外のようなのですが、受注の再開がまだ決まっていない6600がね値上げになるというのは結構ね、6600の購入を待っていたユーザーにとってはちょっと痛いところですよね。レンズなんかもほぼ全てのラインナップが値上げになるみたいで、特にね G レンズや GM レンズの人気のあるモデルに関しては値上げしていってるような気がします。この辺もね、まあね仕方がないといえば仕方がないのですが、ちょっとソニーはねもったいないことしてるかなと思いますね。今週気になったトピックス、続いてはヨドバシカメラが2022年8月上期の交換レンズ売れ筋ベスト10を発表しました。1位の方はタムロンの 35-150F2.8DI3VXD となってます。ポートレート用レンズとして人気のタムロンのこの 35-150mmF2.8 レンズが1位になりました。2位3位に関してはソニーシグマの標準ズームレンズとなっています。その他としては各メーカーの定番レンズがランキングに入ってきています。こうしてね改めて見てみると単焦点レンズが1本も入ってきてませんね。やはりね時代はズームレンズなんですかね。自分としてはね単焦点レンズが結構好きなんで、このね状況というのはちょっとね寂しいなと思います。8月下期に関して言うと、先ほども言ったようにソニーの方が9月1日から値上げをするということもあって、ソニーの G レンズや GM レンズなんかが多数ラインナップに入ってくるのではないかなと思ってます。今週気になったトピックス、最後は BCN プラス R がミラーレスカメラのメーカー別と機種別の販売台数シェアを公表しました。このランキングはフォスシステムをベースとしたランキングとなるので、エントリー機がねどうしても強くなる傾向になります。メーカー別販売台数の方なんですけど、ソニーの方が受注中止をしていた関係で急激にねシェアの方を落としていたのですが、α6400ZV-E10 の受注を再開した途端シェアの方をね一気に回復させました。それに伴ってキヤノンの方が逆にね下がってますね。あと OM デジタルソリューションズがコンスタントにね3位をキープしていますね。あと面白いところといったら失礼なのですが、4位にパナソニックの方が入ってきてますね。機種別販売台数シェアの方はこのようになっています。7月の時点ではソニーの ZV-E10 が1位となっていて、それまで1位だったキヤノンの EOSKISS-M2 が2位となっています。そしてねソニーの6400に関しては6月までは受注再開で一気にシェアを上げていたのですが、7月に関してはちょっとね失速してますね。K
キヤノンの KISS-M2 に関してはもうね発売されてから2年経つので、そろそろねエントリーモデルのテコ入れをしなきゃいけない時期だと思うんですが、キヤノン自体がね EFM マウントを今後どうするかっていうのはねちょっとわかんないし、やる気もなさそうなので、この辺のねエントリーモデルのシェアっていうのは結構ねソニーが優勢になっていくのかなと思います。その一方でね OM デジタルソリューションズのペンがねコンスタントに売れ続けてるっていうのがすごいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はねタブロンから以前からね話題になっていた望遠レンズが発表されましたが、本当ね最近のタブロンね勢いがあって面白いですよね。ただ最近のタムロンのレンズは、最近発表されたタムロンのレンズはほとんどがねソニー E マウントレンズなんで、タメーカーのねカメラを使っている人に関してはちょっとねもどかしいところがありますが、こればっかりねしょうがないですよね。キャノンにしてもニコンにしてもねタムロンに負けないような面白いレンズをね発表してくれたらいいんですが、なかなかねメーカーの方としてはこういうねトリッキーなレンズっていうのはなかなか出しにくいんで、そういう意味ではねソニーユーザーっていうのは羨ましいなと思います。あと先週ソニーが今週発表会を行うという噂を出したんですが、直前になってなんかそういう情報が出てこなくなりましたね。本当にね開催されるんですかね。その一方で富士フィルムの方は9月にニューヨークの方で X サミットを開催するみたいです。こちらはねほぼ確実視されているので、 X-H2 がどんなカメラになるのか非常に楽しみですね。というわけで今週の週刊カメラニュースはここまでにしたいと思います。今週の週刊カメラニュースが面白かった、役に立ったと思われた方は高評価、来週のカメラニュースも気になるという方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は460フォトラボラトリー所長のシローでした。ごきげんよう。